めっちゃ楽しみです。やっぱ選手の制服普段見れない姿が見れるんで。会の投手の歌とともに入場したホークスの選手たち。今年のファンフェスティバルも学園祭をテーマにしていて、選手たちはブレザーの制服姿を披露しました。中学時代ですね。中学時代ブレザーで、高校時代学ランでした。新鮮ですね。もうこんな格好することないんで、電車乗れそうですね。僕ブレザー初めて来ます。え、学生時代ずっと学ランだったんで初めてですね。来年より選手会長をやらせていただきます。開会式では新選手会長が発表され、来シーズンプロ7年目を迎える周東選手が就任します。選手一同、アルケビラジオです。いや違う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 。責任感持ってよりね、今までよりやらないといけないなっていうのは思いました。選手とのツーショット記念撮影イベントには長蛇の列。ファンはそれぞれ推しの選手と写真を撮る中、坂東投手と写真を撮ったこちらのファンは、爪が触れ合ったんですけど、爪までかっこいい、爪までかっこよかったです。幸せです。多分付き合えたと思ってます。一方、選手サロンではファンの質問に選手が直接答えるコーナー。今宮選手、奥様の料理で一番好きなの？一つっていうのにまとめられないぐらいちょっといっぱいあるんですけど、テレビ入ってるし、これ流しいです。まあでも、はい、本当に全部好きですけど、キーマカレーがやっぱり最近はちょっと来てますね。うまいですね、はい。その後、ステージ上では相手の目を見つめながら恥ずかしがらずにお互いを褒め合う褒め合いマッチングのコーナーがスタート。実際、ホークスの中で一番好み。実際、ホークスの中で一番好み。まさかのカミングアウト、セーフ。今耐えましたね。坂東さんのその優しい声、すごい癒されます。お客さんの方を向いてハグ。恥ずかしがらずに褒め合った2人は熱い抱擁を交わしました。そしてメインイベントではファン参加型の鬼ごっこやドッジボール。普段はできない選手たちとの触れ合いを楽しみました。楽しかったです。何が一番楽しかった？トークショー。なんか選手たちも楽しそうな雰囲気だったので、うちも楽しくなりました。すごい楽しかったので、また来年も来れたらいいなと思います。